どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。この動画は朗読動画となっております。音声コンテンツとして利用される方は画面を見ずともお楽しみいただけます。また、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用ください。 さて本日朗読していくのは坂口安吾作犯人です、えー、坂口安吾はですね1906年生まれ1955年没の日本の小説家評論家随筆家となっております、えー、坂口安吾はですねブライ派新義作派と呼ばれる、えー、派閥に分類されておりましてどういうものかというと 第二次世界大戦後近代の既成文学全般への批判に基づき同傾向の作法を示した一軍の日本の作家たちを総称する呼び方のことをブライ派真偽作派作と呼ぶようですね、えー、確かにこう読んでいて型にとらわれない文章だなあっていうのはとても感じていたことなのでちょっと調べていて「あなるほど」と納得したところがあります。 そんな坂口安吾の作風もぜひお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは坂口安吾作「犯人」ですそれでは本編をどうぞ坂口安吾 犯人その山奥の村に殺人事件があった被害者は日蓮の女行者でさよと言ったひとみ医師は駐在の里村巡査に頼まれて一緒に現場へ行った役場や駐在所や医院などのある村の中心部から山を1つ越した部落でその部落でも 一番外れの山際に孤立した傾いた小屋がさよの住居であった小屋の内部は土間と板の間にむしろを敷いた一窓、それだけしかなかったさよはむしろ敷きの板の間のほぼ中央に全裸の姿で腹を鋭利な刃物で突き裂かれて死んでいた 瞳が死体を調べて里村に伝えたことは次の数点に過ぎない傷は腹部の刺し傷一つそれが死因で他に撲殺や絞殺の跡はない暴行を受けたらしい様子は見受けられない腹部の刺し傷に該当する刃物は小屋の内部に見当たらない里村はこれを県の国警に電話して戻ってくるまで に留守番を頼んだ。なぜなら小屋の外に人が群れて特に子供たちがしきりに内部をうかがいに近づいてくるからであったその日は日曜で学校が休みであったひとみは近づく子供たちを追い返しながら留守番したしかし子供たちの侵入が必要に繰り返されるので彼らの目から死体を隔てるために 部屋の片隅に丸めて投げ捨てられていたさよの着物を取って死体にかぶせたその時着物の中から1枚のトランプの札がひらひらと落ちた拾い上げてみるとハートのクイーンであった彼はそれを手品使いのように指に挟んで元着物のあった片隅の方へ投げ返した彼は このふるさとの村に開業してから20年にもなるがまだ他殺体を見たことがなかったので死5時間などを推定するだけの経験も自信もなかったこんな山奥の村でも自殺や事故の変死体は年々いくつか取り扱ったが他殺はこれが初めてであったやっぱりこの女が殺されたか。 彼はある日の記憶を思い出してふとつぶやいたそして「やっぱり」という言葉にちょっとおびえて「とうとう」という言葉に頭の中で置き換えてみたそれも気に入らなくて妙にそのことにこだわったがこれが不吉の前兆と言うべきであったかもしれないある日の記憶というのは今から23週間前のことであるが ふと学校に立ち寄って茶を所望したおり花井薫堂と次のような会話をした事実である花井薫堂はまだ独身の若い生真面目な教員であったこの平和な村にも今に殺人事件があるかもしれませんなもとへ平和な村と言いましたが平和そうな村です 平和なところなんてもう日本のどこにもありませんよと花井が言ったこの会話の起こりはそのころ県の新聞をにぎわしていたケンとに起こった上智殺人事件からであるから以下の会話は不自然な推移ではなかったそんな容器がこの村に現れていますからいますとも。 日蓮行者のさよなぞは殺されないのが不思議ですよさよは村ではたださよで通るほど有名であった東京で女中暴行していたが終戦後帰郷して結婚2年前に夫が死んだそれ以来都客の噂が絶え間がないしかし彼女が印乱なのは日蓮行者になったのと同じように い独身の無学な女が畑も持たずに山中の村では暮らしの立てようがないかもしれないからである殺された時まだ27だった言われてみれば瞳にも思い当たることはあったなるほどあの女が元で殺人騒ぎが起こっても不思議はないかもしれませんな。 それご覧なさいあなたもそう思うでしょさよは必ず殺されますよ近いうちに殺されます必ずというのはどうですかともかく何かあっても不思議はありませんな必ずですとも必ず殺されなければならない法則があるものですよさよの場合がそうです その法則とは、いずれ事実が証明しますよその時同席していた平戸先生がお先にと言ったので瞳も「では私も」と立って花井に別れを告げ平戸先生と肩を並べて校門を出た平戸先生は独身の若くて美しい夫人であった この夕刻であった花井は平戸先生に求婚して拒絶されたという風説があったひとみが「やっぱり」と思ったのはこの記憶のせいであったがむしろ犯人に「花井」をふと連想しておびえたり慌てたりしたのかもしれなかった。 村の駐在所に捜査本部ができて連日人々が出入りした2週間過ぎたが容疑者は上がらなかったさよと交渉のあった男たちはそれぞれアリバイが成立して容疑の余地がなくなったのだその日の新聞では発見者の仁吉という少年が再び取り調べを受けた記事が出ていた仁吉は 不老性と頭壁があった。また平気で嘘をついた中学1年のはずであったが小学校を終えてからは通学を中止していた小学校の6年も半分は欠席しており欠席中は家におらずに野宿して放浪し盗み食いをしたり小じをしているらしかった家には 乱でなまけもので怠け者貧乏の父がいてむやみに仁吉に当たり散らかした母は死んで父と仁吉の2人暮らしであったが仁吉は家にいても叱られるばかりで食事も満足に与えられなかった仁吉はその晩小夜の小屋の付近に野宿した翌朝小夜の小屋の戸が開いているので 食べ物をを探しししてて侵入のの死体を発見したた。であっ陣吉が再度の取り調べを受けたのは今となっては彼の証言が唯一の頼みであったからだ放浪性と頭壁と虚言壁のある陣吉のことだから深い理由もなくただ警察を嫌って知らぬ存ぜぬで通していることが考えられる話し声や人の姿を 聞いたり見たりしていないかと必死のカマがかけられた無駄であった仁吉は丁重に扱われ取り調べの中間には一室で安息させられおいしい弁当が与えられたりしたしかし仁吉は一人ぽっちになるとかえって涙ぐんでこんな歌を歌った「山が赤くなり」 また雨が降るのか「あわれよ、おれはひとりもの。あかいやまのかぜがおれよ。あめよ、やまのかぜのなかをはしるなよ。かぜはないているひとりもの。かぜよ、かぜよ、どこへいくのよ。 東の山に突き当たり西の山にすりむかれ西も東も暗くなり「風よ何も見えないよああどこへ行くのよ」学校は欠席がちだが仁吉は読み書きが達者であった。 彼が涙ぐんで歌ったのは自作の詩であったそれが新聞に載っていた瞳はそれを読んで痛く感動した花井は去年の6年の受け持ちであったから仁吉に教えたわけだ彼は花井に会って仁吉という少年の生い立ちや性質を聞きたいと思った世間が取り沙汰しているのは 人吉の表面的なものにすぎないと思ったからだけれども彼は思い出したこの事件以来花井は彼に対して妙によそよそしかった路上で行き合った時には曲がりようもない田舎道だというのに細いあぜ道へ無理に曲がり込んだこともあったまさか彼が犯人ではあるまいが あの断言を恐れているのかと瞳は思ったそして彼も花井の顔を見るのが気の毒で彼の方もとっさに顔を背けるような始末であったところがその晩のことである毛利というケントの新聞の特派者が訪ねてきたそしてその晩行われた一問一答はやがて新聞に「

夕食を呼ばれたから自去したが遅くとも8時半頃には帰ったと思う教皇はその日の夕刻から夜半までの間と発表されているが青ざめて無言翌朝教皇の現場へ行ったか里村巡査に頼まれたから行った村でただ一人の医師として当然のことだ 現場にただ一人でいたことがあったか里村さんが電話して戻るまで彼の依頼によって一人で残ったその時何か拾ってポケットへ入れたそうだがデマも甚だしい多くの証人がそれを見ている証人の名を言いたまえ多くの少年がそれを見ているそれは間違っている 自分がしたのは着物を持ってきて死体にかぶせたことだその時着物の間から何か落ちたから手に取ってみるとトランプのハートのクイーンであった自分はそれを片隅へ投げ捨てたそれを誤解したのであろうそれを捜査本部へ通告したか通告しないなぜか重要なことではないと思った 勝手に死体に着物をかぶせたり落ちたトランプを投げ捨てたりして現場の様子を変えたことが重要だと思わないのか無言新聞記事の一問一答はこれで終わっていたこのあとに復元して当局はこれについて追及するものと思われるとあった決定的な容疑者扱いであった もう力者が一問一答している時はこうではなく「村ではこんなことを言っているものがあるがまさかあなたが犯人だ」なぞとは誰も思ってやしません「まあ冗談のつもりでお返事ください」というような打ち解けたそぶりであった瞳ははかられたと思った罠に落ちた狐のように転倒した「逃れる道が」 ないように思っただちに逮捕・降印されるかと思ったのに丸3日間は全然音沙汰がなかったそれが返っていけなかった影におびえて半病人であった4日目に刑事が例を尽くして彼の指紋を取りに来たが彼の心には 無実の人の自信や平静さが全く失われてじりじりと追い詰められる真犯人の焦りが彼の心境にほかならなかった大都会の老練な刑事なら真犯人というものはかえって平然と空とぼけて見せるものだこんなに度を失って逆上しているのは無実のせいだということを見てくれたかもしれないが 田舎の刑事はそれをあべこべに判断して真犯人に間違いなしと去り際の挨拶にはますます不気味なほど丁重に薄気味悪い微笑を残して去った瞳はただわなわなと震えるばかりでろくに口もきけなかった彼の指紋はハートのクイーンの札に確認されたしかし まだ容疑者として逮捕されはしなかった出頭を求められて一応事情を聴取されるにとどまった彼はいくらか冷静を取り戻した警察が彼に対して慎重だったのは一つにはこの容疑の手がかりが警察の働きによって得られたものではなく地方新聞の特種として選考されたせいもあったそして新聞がこの特種を得たのは 無名の投書が発端であることはその報道で明らかにされたその投書の主こそ真犯人だそしてそれは花井訓道に相違ないと瞳は考えた少なくとも当書の主が花井と判明すればそれは彼が犯人の証拠だ事件発生以来の花井の怪しいそぶりは これによって全てするのではないか。彼は新聞社を訪れて投書を一見しようと考えたそして早朝のバスで5時間もかかるケントに向かって出発したそのバスの中では乗客の全てが彼の容疑の噂をしているように思われて彼は不安と周知に苦しんだそのうちにふと意外な会話が耳について 彼は思わず首を伸ばした。乗客の一人が隣席の連れに話しかけているのだ「花井という小学校の先生はさよの上婦の一人さ」「隣席の男が何と答えたかは聞こえなかったしそれからの男の言葉も聞き取れなかったやっぱりそうかと瞳は思った」これで。 殺人の動機も解けた。新聞社を訪れ、モーリ記者に会って頭書を見せてくれと頼むと、モーリは拒絶した。もっとも、あなたが書記を書いてくれればお見せしますがね。何の書記です。つまりそれ、あんたのあれをやった時の書記さね。モーリは。 のけぞるようにしてカラカラと笑った瞳は飛びかかって首を絞めてやりたい衝動に駆られたが握りこぶしを震わせてじっとこらえたそして冷静に言った「よろしい刀匠を見せてくだされば私はその場に犯人の名を教えてあげる毛利の目の色が一変した」 彼はじっと瞳を見つめていたが黙って立って部屋を出ると一通の封書を持って戻ってきた当初の文字はわざと小学生のように稚拙であったそして目撃者として挙げられているのは当日の夕刻ブラックの路上で彼を見たというものも現場において彼の怪しい行動を見たというものもみんな少年であったそこで彼は 確信を持って断言した。この島書の主は花井君藤挙げられている証人が全部子供たちなのは彼が子供に接する職業のせいですそして殺人犯人はこの花井ですなぜそこで瞳は彼が事件の23週間前に学校で花井と交わした会話や 事件発生後の花井の機械なそぶりを詳しく説明したしかし毛利は聞き終わると木工の後ニヤリと笑い首を振りながら言ったそれだけでは花井が犯人の証拠にはならないよその程度のことに比べればあんたとトランプの関係の方が抜き差しならぬ犯人の証拠さ花井が さよのークだったという証拠がありますよえ本当かい瞳はバスの中で耳にした乗客の会話について語ったその乗客はあんたの村の人い,いえよその村の者のらしいがその顔は覚えていますどんな男 農夫ともやみやともつかない四重絡みの男です。かなり大きな荷物をぶら下げてこの町の目抜き通りでおりましたよ。やみ百兆だな。それなら今日のバスで戻るに相違ない。よし、一緒に行こう。バスの停留所で寒風に吹かれながら待っていると、果たしてその男が現れた。瞳は踊りやがらんばかりに。 喜んで歩み寄ったあなたは今朝のバスの中で花井君藤がさよの上司だったということを連れの方に語って聞かせていましたね男はけげんな顔をして目をそらして相手になろうともしなかった瞳がせき込んで説明しようとするのを毛利が引き取ってかんで含めるように説明したが男は首を振って否定するばかりであった 最後に腹を立てていった。第一、俺は花井もさよも知らないよ。俺がバスの中でそんなことを言った。覚えがないということは、連れの男に聞けばわからん。酒場に引っかかっていなきゃ。おっつけ来るころだ。幸いにも連れの男は酒場に引っかかったらしく、バスの出発までには現れなかった。なぜ幸いか？というと。瞳は？ 薄々それが自分の空耳であったらしいことを自覚し始めていたからであるけさのバスの中での彼と彼らとの距離はかなりあった田舎の人は声高で話をしがちではあるが2人の会話はただそれ一つが聞き取れただけでほかにひと言も聞き取れなかったということは奇妙であるバスに乗ってしばらくのうちというものは 乗客の会話がみんな彼のうわさのように聞こえてきて彼は不安と周知に悩みきっていたほどだからそれが空耳かもしれないことは彼自身も納得できないことではなかった俺は疲れきっているのだと彼は思ったこれを神経衰弱というのであろうあるいはこのまま廃人になるのかもしれない 謎と切ないことが考えられて彼の意識は思わず薄れて消えがちであったその彼を毛利は蔑んで見ていたが急に確信してにやりと笑うと彼をバスに押し上げて自分も乗り込んだその確信は花井の容疑についてではなく瞳の容疑についてであることは言うまでもない。 夜の8時ごろ、バスは瞳の村へ戻りついた瞳は疲れきって口も聞きたくないほどだったが毛利は寸刻の休みも与えてくれなかった直ちに花井を連れてきて対決させたのであるそんなことを言った覚えはないですと花井は狂気のようにたけりたって叫びまた怒ったそれに対して瞳は も蚊のなくような声で自説を主張することしかできなかったとにかかく平戸先生を呼んで聞けばわかります主張というよりも諦めきったようなか細い声であった毛利はこれから寝るばかりの平戸先生を強引に連れてきた平戸の証言はこうだった私は仕事にふけていましたので。 お二人のお話が耳につきませんでしたひとみはまるで自分に無関係の話を聞いているように動揺がなかったややうつむきがちにただ黙々としていた目を開いているが眠っているようでもあったそれを指して花井は言ったとうとう尻尾を表しましたねひとみさんはこの人は さよと条項があったんです。え。さすがに瞳も弾かれたように顔を上げた。僕とさよが何が証拠です。さよの夫は死ぬ前1月以上もあなたに見てもらっていたでしょう。そうです。花嫁はにやりと笑っていった。その費用を。 は何で払いましたかさよは自分の体でしか支払いをしない女ですそれともあなたにだけはお金で払ったでしょうかひとみは椅子の腕に両手をかけて身を起こしていたそして彼はさよの姿を思い出していたさよは渋川の向けた女であった不潔ながらも変に色っぽかった 彼女は確かに彼に支払いをしようとしていた言うまでもなく確かにその肉体で彼女はわざと膝を崩して白い股が見えるように座っていたわざと片手を高く上げて後ろ手に回すと脇が大きく切れていて脇の下と腕の付け根とちぶさの一部分が見えたさよは変な笑い方をして 彼はその支払いを受け取らなかったそして確かに金も肉体も受け取らなかったはずであるがそれははずであったというだけのことでそのさよの姿はいつまでも彼の脳裏に絡みついて生きていた今それを思い出すとそれは 怪しいいほど生きていたのだ。まるで彼はその支払いをきれいに受けているような気がしたそしてそのさよの姿がますます鮮やかに目にしみてきた時彼は椅子の腕にかけた両腕に力を込めて身を浮かそうとして急にめまいがした瞳はがっくり前に崩れたそして いつもは彼の患者が腰掛けている椅子から滑り落ちてそっと落してしまったそれを冷ややかに見つめていた毛利は舌打ちして立ち上がったそして言い捨てた「こいつが犯人さ花井はもっと確信があるらしかった」そして彼は言った「僕は」 サヨが全裸で殺されていたと聞いた時から犯人はこの人だと見抜いていましたこの男は女の全裸を楽しむ狂人なんですこの上もない公職官ですご覧なさいこの診察室こそ彼が秘密を楽しむ城だったのです彼はここで多くの女性を全裸にさせて快楽をむさぼっていました 平先生は美しい顔をわからめてそっと背けたなぜなら彼女もこの部屋で全裸になったことがあるからであったもっともそれは全裸になって医師に示さざるをえない余儀ない病気のせいであった瞳に強いられてのことではない平戸先生は次第に青ざめたぞくぞく寒気がした いたたまらない気持ちになった。平田先生が急いで糸い間をつげて去ると、花井が追ってきた。僕、お宅までお送りします。いいえ、お構いくださらないで。彼女は走った。花井も走った。彼女は次第に真剣に夢中に走っていた。花井から逃れたかった。 しかし、か花井は逃さなかった彼女は自宅に駆け込むと花井が同時に駆け込んだ彼女は息も絶え絶えであったが花井は何でもない顔でそれが当たり前の人生だというような落ち着きを示していた僕はあなたに感謝したかったんです僕が潔白であることを信じてくださったということ実にありがたかったです それにしても彼がついに無言の告白を示して訴をしたのはあなたの優しい心に刺激が強すぎたのですねお気の毒でした僕は彼が真犯人だということをあなたに語りたいと思っていましたがこんなに刺激的にそれが行われることを望んでいたわけではありません彼女はその言葉を聞き流して 無言のまま室内の奥まで歩いて行って起きてきた。母親に言った。花井先生に帰っていただいて。殺してやりたいほど憎らしいは、ゾクゾクするほど汚らしい人生を見せてくれたのよ。なんて。けがらわしい。涙が溢れてきた。 翌日瞳は捜査本部へ呼び出された警部の横に毛利が肩をそびやかして控えていた彼の差し金であることは言うまでもないしかし警部は彼が望むほど強行ではなかった瞳はさめざめと泣いたそして言った僕は混乱しています疲れています どうか3日間休息させてくださいどうしていいかわからないのです僕の言葉を考えさせてください何を答えていいかわからないのですその答えを探すことができないのです混乱しているのです僕は休息が欲しい さもないと死にそうですよろしい混乱が静まるまで休息をなさるがよいあなたのお部屋に看護人をつけておきますから安心して眠りなさいうちに看護婦もおりますからですが看護人の方が用心にもよろしいでしょう看護人とは刑事であることが飲み込めてきたので瞳は逆らわなかった 彼が去る前に警部は例のトランプを取り出してちょっとこのトランプのことですがこれはオタクのですかいいえ僕のところにトランプはなかったと思います瞳が去ると毛利が目を怒らせたやつが自殺でもするとあんたの責任ですぜうんとたたいてやるから。 警部はそれに答えなかった間もなく不思議なことが起こったトランプがいつの間にやら紛失してしまったのである犯人が瞳である場合にはそれが唯一の物的証拠であった一同は血眼で探したしかしどこにも見当たらないその最中に花井と平戸先生が呼ばれてきた 昨夜の対決の様子を念のため証言してもらうためであったトランプの紛失と聞いて平戸先生はふと何事か気がついた様子であったハートのクイーンでししたかしら誰にともなくふと聞いた警部はそれを聞き漏らさなかったそうです、りがあるようですねいえ つまらないことなんです。平人先生はあからんで弁解した。子供の歌を思い出したのです。陣吉という子の六年の時の歌だったと思いますが、こういう雑誌に載った歌があるのです。その題が確か、ハートのクイーン。覚えてらっしゃいましたらお聞かせください。覚えてはおりませんが、雑誌は家にありますから、 お見せしましまょうか。そこで平戸先生は雑誌を取ってきてその詞を示したまさしく大はハートのクイーンであった俺の魂のハートのクイーンよ俺を眠らせてくれよ昨日は泥棒今日は乞食よ人にも犬にも憎まれ者昨日も今日も腹がすき 山がだんだん暗くなり鳥がねぐらへ帰る時、俺がお前のところへ帰る夜の空に星あれば星が食べたくなるよ眠りたや眠りたや警部は考え込んだ俺の魂のハートのクイーンかれ洒落た文句だが まさかその魂がトランプではあるまいなしかしこれはとにかく一つの発見だ確か仁吉が来ていたようだがちょっと連れてきてくれないかしかしさっきまで見かけた仁吉の姿はもうなかったまさか仁吉が魂のハートのクイーンをさらっていったのじゃあるまいがとにかく妙な暗号だ むしろ警部はひょっとすると毛利がトランプを盗んだのではないかと思ったそのトランプと瞳を結びつけたのは彼の手柄だしかしそれが十分に報われないために嫌がらせをしたのではないかと疑ったともかく唯一の物的証拠とも言うべき重要物件の紛失だから放ってはおけない仁吉の後も追ったそして 人吉を発見した。ところが仁吉の懐からハートのクイーンがポロッと地へ落ちたのである以下は警部と仁吉の問答である「なぜ盗んだのかこれは俺のだ!」「嘘をつくと許さんぞ!」「俺のだ!」 俺がいいつもも懐へ入れていたものだ。お前の言うことが本当だという証拠があるか無言。お前がいつもそれを懐に入れていたことを見て知っている者がいるか誰にも見られないように用心して隠していたから誰にも見られたことがないなぜ見られないように隠したのか俺の大事なお守りだから、 誰にも見せたたくなかったのだどうして大事なお守りなのか無言誰にもらったのか無言いつから持っているのか無言お前がみんな正直に言ってくれればおいしい弁当を食べさせてやるたとえ人のものを盗んだのでも 正直に言えば許してやるし弁当も間違いなく食べさせてやるぞどうして大事なお守りなのかそれをみんな教えておくれ俺はトランプが欲しくてたまらなかった町の本屋のお店にちょうど人がいない時トランプの箱が目についたから盗んだ一箱ごと持っていると人に悟られるから 一番好きな札を一枚残してあとは川の中へ捨てた「なぜハートのクイーンが好きか?」「なぜだか知らないが一番好きだった」「そして俺のお守りにした」「肌身離さず持っていたか?」「肌身離さず持っていた」「これをなくしたのはいつか?」「なくしたのではない」「さよが」 死ぬ前に抱かしてくれと言ったから貸して抱かせてやったのださよは抱いてポロポロ泣いたさよが死ぬのを知っていたのか俺が殺したのだなぜ殺したか無言お前は嘘をついているのだろう嘘をついているのではない を殺したから俺を殺してくれ俺は死にたいお前は弁当が食べたいのだろう約二時間後仁吉が弁当を食べ終わり休息したのちの一問一答である。 さっき小夜を殺したと言ったがあれは嘘だろう本当だお前はさよと口をきいたことがあるのかさよは俺に親切だったなぜ親切だったのか俺がさよの小屋へ食べ物を盗みに行ったら小夜に見つけられて逃げるところを後ろから突き飛ばされて押さえつけられた なぜ泥棒に来たかと聞いたから泥棒しないとごはんが食べられないからだと訳を話したするとさよはポロポロ泣いて「すまなかったすまなかった」と言って俺を抱いたその日からさよは俺に親切だった「食べるものがない時はいつでも来い」と言ったそれはいつごろかさよの死ぬ ひとつきぐらい前だった。お前は時々食べ物をもらいに、さよのところへ行ったのか。時々行った。さよは俺が行くと喜んで、あれもこれもたらふく食えと勧めた。さよが死んだ日のことを言ってもらん。さよは俺の顔を見ると、お前の来るのを待っていたと言った。そして、 この前見せてくれたハートのクイーンのお守りを俺に貸して抱かせてくれと言ったそれを手渡してやると小夜は自分の肌につけてポロポロ泣いてお前に殺してもらうために刃物を用意しておいたと白木の小夜の担当を取り出して見せたどうして死にたくなったのかと聞いたらお前に会ったからだと言った そしてお前に殺してもらえれば本望だと言ってポロポロ泣いたなぜ本望だかお前に分かるかそんなことは分からないがさよの言葉はみんな本当に決まっている小夜が殺してくれと頼んだからその担当でついたのかさよは俺に担当を持たせて裸になった この腹がいとしくていとしくてたまらないからこの腹をつきさいて殺してくれと言ったそしてお前も生きていると大人になって大人はみんな悪者だからそうなる前になるべくお前も死ぬ方がよいと言ったお前は何と返事をしたか 返事なんななかしない。さよは俺の返事を聞いたのではないからさよは俺が大人になる前になるべく死んだ方がよいと教えてくれただけださよはこの腹がいとしいいとしいと何べんも言って何とも言えない優しい笑顔で自分の腹をさすって見ていたへそのところへ 担当を力いっぱい突き刺して下の方へ引き下ろせるだけ引き下ろして腹を裂いてくれと言った「さよは寝てへそを刺したのか立っていた立ったまま突き刺せと言って俺の手を押さえて自分で担当の位置を定めたさあついておくれ」と言って 目を閉じた。その前にお前に頬ずりをしなかったかそんなことはしないさよはいつも俺の目を見ていたし俺はいつもさよの目を見ていた裸になってからは小夜の目はいつも神様の目のように笑っていた神様の目を見たことがあるかさよの目を見ている間 そう思って見ていたその目が開いていると俺がつけないと思ったのかさあついておくれと言って目を閉じたがそれはいっそう神々しく見えたさよは目を閉じて青ざめた顔をしたか目を閉じたらいっそう神々しい笑顔に見えた俺は に言われたとおり力いっぱいへそを刺してそれから下へ引いたさよは悲鳴をあげたろう。一度も悲鳴なんかあげない突き刺した時かすかにうっとうめいて俺が担当を引き下ろして抜いてからよろめいてドスンと倒れた しばらく苦しんでもがいていたが一度も叫ばなかったさよは苦しみながら俺に言った「仁吉は男だ」「我慢しろ」と言ったそれはどういう意味か痛いのはしばらくだ「時期楽になるから」とさよは俺に言った そしてしばらくたつとさよは本当に楽になって笑いを浮かべたそして何か言ったかその笑い顔があいさつの言葉だということが俺には分かったそしてさよは死んだなぜ、 小夜が殺されていると嘘をついて届けたのか。小夜がそうしろと教えて死んだからだ。俺は一人で誰にも見せずに穴を掘って埋めると言ったが、そんなことはするなと小夜は言った。生涯生き恥を晒したから。裸の死に姿を晒して死に恥も描きたいと言った。 みんなに裸姿を見せたいと言った罪滅ぼしに死に恥をかきたいと言ったのだな裸で死にたい裸が愛しい裸を見せたいとその後で言ったお前はようを殺したことを かいしているさよは喜んで死んだ最後にさよの喜ぶことがしてやれたから俺はうれしいだから俺はもう死にたいと思う担当は仁吉の言った場所から現れたし仁吉の着衣には 血を洗い落とした跡があることも判明したから彼の告白が真実であると決まってこの事件は解決したただこの事件の副産物として隠乱女の死を予言した花井訓堂の発狂という事実が取り残されていた花井は瞳医師が平戸先生を全裸にして恥ずかしめたという理由で復讐のために付け狙いまたその 恥ずかしめを受けた平戸先生は汚れながら行くべきではないという理由で殺すために付け狙ったそのため彼の発狂が人々にも分かり彼は精神病院へ送られた仁吉が下手人と判明した時花井は捜査本部へ怒鳴り込んできた仁吉はでたらめを言っているのだ彼の教師だった自分だけが 彼に本当のことを語らせることができるのだと言って陣吉に会わせてもらいたいと強要したそれを拒絶された時彼はこう叫んで世を呪った最も忌まわしい汚れた女が殺されたために大金を費やし領民に迷惑をかけて犯人を探すことがすでに機械である肉体で支払いをした女も その支払いを受けた男も。畜生であって。人間ではない。彼は。人を殺し。また裁くことだけ知っていたが。自分を裁くことは知らなかった。それが。彼の言う人間であった。畜生は。自分を裁いて。 死んだ。